うますぎる。春の食材を生かしきった料理、こんな繊細な皿をあの一瞬でまとめ上げたってのか。他の寮生とはレベルが段違いだ。改めて自己紹介させてもらおう。頭突き十血第七席一色サトシだ。あんたが十血だと。さあお次は相馬くんの料理を食べてみたいな。君は一体どんな品を作ってくれるんだろう。見せてごらん。君が皿の上に語る物語を。親父が俺をここへ起こした意味が少しは分かった気がするぜ。お待ちを。